たどり着いた本土にも軌道エレベーターの支援施設があった。ここは天まで届いて伸びるエレベーターの構造体を作ってきた工場らしかった。ロビーの壁画の前に小さな女の子が座り込んでいて、それを見た王女は一瞬震えた。女の子が抱いたぬいぐるみ、タイラー島の経験はまだつい昨日のことだった。女の子は黙って王女の手を取り、工場の奥へと引っ張っていった。以前に知り合いだった二人だったのかもしれない。工場の中はエルジアの無人機の生産ラインに変わっていた。完全自動、無人のまま作り続けられる無人機の群れ。連れてこられた場所で王女は立ち尽くした。もう一人の娘が男の手を押さえていた。男の手はコンピューターの上で凍りついていた。娘はデータチップを抜き取ると床へ捨てた。そして私たちの方へやってきて、看守の腰の拳銃を抜き取った。引き金が引かれ、床のチップは打ち砕かれた。後で分かったことを織り交ぜて話すなら、娘はぬいぐるみの女の子の姉、姉妹は伝説の撃墜王ミハイア・シラージの孫娘たちだった。おじいちゃんから聞かされた前の前の戦争のトップエースの名だった。男はベルカ人。ベルカとは混乱の源。とんでもない先端技術と国家間を混乱させる謀略の卸元になることを好む民族だ。そう、私はベルカの民。かつての戦争で7発の核爆弾を自国内で使い、領土を自ら破壊してしまったベルカ。以来世界の背後にあって、何十年にもわたって何度となく戦争を生み出してきた。それこそが自分たちの運命と立場を取り戻してくれるのだと信じて。私が今ここで入力し終え、その後にミハイの孫娘が打ち砕いたのは、彼女たちの祖父から絞り取ったデータだった。このデータを得るためにミハイがどれほど肉体的に痛めつけられたのか、最も身近で見ていたのがこの娘だった。それほどの苦労も私がこの孫娘に約束した戦争の終結には結びつかず、絶望的な混乱を作り出しただけだった。私たちは混乱の源として恨まれ、捕らえられ、迫害の対象となっていた。味方してきたはずのエルジア人たちからミハイの孫娘から私を貫く刃のような眼差しを向けられる、その以前から私にはもう仕事を続ける理由などなくなっていた。孫娘はこんなものを持っていればあなたたちと同じになってしまうと言って拳銃を投げ捨てた。あなたたちの中には王女も含まれているようだった。王女もまた彼女の目を恐れていたようだった。王女が国民を鼓舞し進めてしまった戦争、彼女と彼女の祖父の老人もまたその犠牲者となってしまっていた。ベルカのため、エルジアのため、祖父の望みはただ一つ、あの大空で生き続けたいという、それだけだった。そこしか生きる場所がなかったから、私には空どころか帰るべき国すらない。黒い森も湖もとっくに私のものではない。たとえ懐かしい亡き母の思い出の土地だったとしても、私たちはそんな郷愁から離れ、もっと大人にならなきゃならないの。祖国は今となっては遠いな。確かに。
一方で侵入者の女は一人、もっと現実的なものを見ていたようだった。コンピューターを調べた。伝説の撃墜用のデータはすでにインストールされている。いや、私が途中でカットした。だがすでにそのデータを載せた機体が2機だけ作られることになってしまっている。工場を爆破しよう。こことは限らないんだ。同じような施設が複数ある。究極のデータを搭載した2機はそのどれからか生まれる。ここは軌道エレベーターが太陽エネルギーから作る電力で動いてるんだな。他もか。軌道エレベーターをぶっ壊して電力をカットすれば。とりあえずここを爆破するぞ。ああ、破壊すべき要所を教えよう。私が考えていたのは、あの入り口の壁画。ハーリング自身が描かせたもの。そこに描かれたのは、世界中の各地に建てられたいくつもの軌道エレベーター。はあ、軌道エレベーターはエルジアから収奪するためのものではなかったんだ。その後、軌道エレベーター本体をぶっ壊す。建設の目的はどうあれ、あれこそが今や混乱の源だ。あなたは。ん？あなたならどちらを選ぶかしら。ハーリングの鏡の。ブリーフィングを行う。作戦飛行はもう十分だろう。俺は早く家に帰る道がこのままじゃ見つからん。どっちへ向かって飛んでも誰かが弾を撃ってくる。見てくれ、先ほど部分的に復旧した一般のネット回線経由で送られてきた通信文にあった内容だ。エルジア急進派が軌道エレベーターに集結していると言っている。軌道エレベーターはエネルギー源だ。戦争マニアに莫大なエネルギーを与えれば、この腐った戦争はまだまだ続いてしまう。これに反対する者は、オーシア、エルジアの国籍を問わず集まって、海と空からの飽和攻撃で残りの合わせなるバードを沈めようと言っている。そして、軌道エレベーターを戦争遂行者の手から奪うのだ。ところは確かなのか。騙そうとしてるかもしれない。だが見てくれ、最後にはこうも書かれた。一人の大バカ野郎で、この世界を取り戻したければ東大へ集まれ。未来はそこにある。大バカ野郎、聞いた言葉だ。ああ、俺もそう思う。俺はタイラー島で出会ったやつだ。元444飛行隊のあの連中だ。俺は多くの人々へ向けた戦争終結へのメッセージであり、そしてトリガーへの指針なんだ。俺はそう思う。家に帰るには行くしかないか。家でさっぱりさせるか。あの残った巨匠もろとも。まとまったな。俺たちに道は一つしかないようだ。この戦争を終わらすことだ。軌道エレベーターへ飛ぶぞ。東大を守るアーセナルバードをぶっ潰すんだ。ビジョンやらせて、エルジア空軍の、いや、ホワイトアパイロットの意地を見せろ。
軍機もいるが、味方機と識別する情報をデータリンクで送った。確認した。無人機を含むエルジア政府軍機は敵機と識別される。二つ頭のエース機の実力存分に見せつけろ。うちのエースはもう2機じゃねえんだから伝わってねえわ。そうだな、カウント。もう2機じゃない、ワイズマンの鍛えた部隊だ。今残ってる連中は全員エース級だよ。国籍を超え、この空域に集まったものにする。こちらはオーシア南部方面軍司令部。いや、国籍のことは忘れてくれ。我々はただアーセナルフォワードという目的だけで結ばれた有志連合だ。アーセナルフォワードへの一斉攻撃の開始時刻を待て。了解。今私たちは海賊放送ってわけだ。
ロングキャスターより前期に警告。レーダー上に多数のブリップが出現。鬼めらした。面白い。おい、アーセナルマドウェオ。
ありがたい。ミッションをこなせてくれたら役立つミッション。全てのターゲットを破壊、サプライユニットが脱落するぞ。よし、助けるね。外れたユニットの奥に見えるのがお待ちかねのレクテラだ。こいつを破壊すればアーセナルバードもただでは済まない。トリガーに任せろ。どんだけ硬いんだこいつは。
ットが脱落するぞ。よし、外れたユニットの方に見えるのがお待ちかねのレクテナだ。こいつを破壊すればアーセナルファードの方では済まない。よしよし、そのままだ。早すぎる、減速するんだ。No!
だトリガー、機体に傷一つつけねえ。ひとまずは助かったな。さてここからが正念場だ。来たなロングレッジ部隊、お前らが。Thank you.